はい、どうも皆さんこんにちは。海辺の工務店気ままチャンネル S クラフトの新原です。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。今回ご紹介するこちらですね、平屋間取り考察第23弾とコンパクトハウスシリーズ縦坪、戸坪、こちらの間取りを考察したいと思うんですけど、この手前にあるガレージ、これはねおまけです。イメージとして作ってみただけですね。今回間取り考察するのはこちらの建物ですね。そして過去の間取り考察動画で最も人気のあるこの戸坪シリーズなんですけど、その間取りを少しだけねアレンジしたものになります。ついに間取り考察も行き詰まったかと思うかもしれないんですけど、そうではなくて、今回こちらの建物をご紹介する一番の理由は、この次に挙げる動画ですね、そちらでこの建物の販売価格を発表したいと思います。非常にねお問い合わせが多い建物なので、しっかりと金額を公表したいと思っております。そして今回この建物のコンセプトは一人暮らしですね。このように住宅部分は小さく、それでこのようなガレージをね作ったりして趣味を満喫できる、そんなイメージになっています。またこの建物、今このようなモノトーンのイメージですけど、外壁の色合いをこのように変えてあげるとだいぶイメージ変わりますよね。先ほどのイメージだと女性はちょっとなっていう感じだと思うんですけど、このスタイルだったら十分いけるんじゃないでしょうか。そして動画の中でロフト付きとかいろいろ出しているんですけど、コメントで非常に多いのがですね、例えばロフト部分とか吹き抜け部分、そんな屋根の真下にある空間は真夏暑くて使えないよ、生活なんかできないっていうコメントねたくさんいただいてるんですけど、実際弊社の九十九里海沿いモデルハウスはですね、ロフトは 14.5 畳あって、真夏でもリビングと同じね室温になるんです。屋根で遮熱という工法と断熱をとっているので、1階のリビングでもロフトでもエアコン1台で家中同じ室温になっているんですね。これ嘘だと思う方はぜひモデルハウスの方へご来場ください。これからの時期ね、それを顕著に体感できると思います。そしてこのコンパクトハウスシリーズも、その建物性能が標準装備という形になっているため、これまで出している全てのプラン全部共通しているんですね。吹き抜けがあってもロフトがあっても家中快適に真夏、屋根裏小屋裏が暑くならないという建物仕様になっています。それが遮熱というね工法を使っているからなんです。さあ、前置きが長くなりましたね。次回は価格公表しますので、ぜひ皆さんチャンネル登録、もしくはねリマインダー登録をしておいてください。それでは外観をねじっくり見ていきたいと思います。非常に小さい平屋ですよね。そしてこのように玄関アプローチの部分はウッドデッキスペースになっています。外壁面の部分ですね、ここは丸々デッキにしないで、今回ねこのように水洗い場を持ってきました。ここはこのようにねポーチ屋根がしっかりかかっているんですね。これ 1.3 メーター出ています。こうすることで雨の日でもここで例えばワンちゃん洗ったりとか、趣味のサーフィンを終えてここでねウェットスーツを洗ったりすることができます。そして多少の雨であればここでコーヒーなどをね飲む、そんなスペースも作っています。またコメントで結構多かったのが、この平屋スタイルの場合に高齢化してから車椅子などをね使えるようにできないかということだったんですけど、それもねぜひあの九十九里の海沿いモデルハウスにご来場ください。このようなテラス部分もねしっかりウッドデッキでスロープ作っているんですね。車椅子でも対応できる、そのようにこちらのコンパクトシリーズも対応することは可能です。ではね外観を一周してみたいと思います。このように今回もね窓少なめですね。はい、非常に少ないです。防犯性を考えているのとコストカットですね。それでは気になる間取りを見ていきたいと思います。縦坪、戸坪ということで、間口ですね、間口は 7.28 メーターと、そして奥行き 4.55 メートル、まあ、乗用車1台分ぐらいのスペースってことですね。ここが間取りはこのような感じになっています。
過去のトツボ動画の間取りを少しねいじっているだけなので大きな変更点はないんですけど、今回玄関入ってすぐここにですね土間スペース、靴を脱ぐ場所を設けてみました。そして左手にはアイランドキッチンですね。その奥に冷蔵庫スペース、冷蔵庫がこんなに大きいの使わないよっていう方は冷蔵庫とかをね他の場所に持ってきてここ収納スペースっていう形でもいいと思います。隣にはシャワースペースですね。シャワーブース自体は 90cm×90cm、 こちら3話カンパニーですね。そしてここのタイル部分が脱衣スペースになります。その隣にトイレですね。そしてその隣、前回はなかったんですけど今回ランドリースペースを持ってきました。この中に洗面化粧台とこれですね、洗濯機を持ってきています。そのためここで天井に干すクリーンをつけてあげることで洗濯物も干すことができると。洗濯物が玄関開けたら丸見えになるじゃないかという意見もあると思ったので、こちらにロールスクリーンを設置しています。そしてここですよね、ここに最初からもワークスペースを持ってきました。デスクスペースですよね。そしてここの線が引いてある部分、ここが小上がりになっている畳スペースになります。さあ間取りはこのような形になりました。実際これを立体化して室内の様子を見ていきたいと思います。はい、こちらですね、今回はこの無垢材スタイルにしています。床は無垢材、そして壁は珪藻土クロス、つまり弊社で普段販売している注文住宅と同じ仕様になっています。梅雨時期でも室内サラサラって感じですね。ここが玄関、土間スペースですよね。ここで靴を脱ぐとこのようにキッチンがあって、引き戸があって、引き戸があって、ロールスクリーンがあると。そしてここの小上がりになっているスペースは畳3畳ですね。この下に収納スペースとしてここから引き出しが3つついてきます。そしてこちらですね、ランドリースペース兼洗面室という形になっています。その隣がトイレですね。そしてその隣がシャワーブースになっています。こちら脱衣場ですね。ウッドデッキもしっかりとこのようにね広さ取れています。ちなみにガレージスペースはこんな感じですね。さあそれでは気になるルームツアー行ってみたいと思います。室内の様子を見ていきましょう。はい、室内のイメージ、玄関入るとここ玄関ですよね。玄関入るとこのようなイメージになっています。天井はいつものように屋根なりのね傾斜がついています。そしてこのように実際に大きな梁がね見える工法になっているんですね。もうこの辺はね弊社のモデルハウスと同じイメージになると思っていただければ良いかと思います。そしてこちらキッチンですよね。至ってシンプル、特に何かあるというわけではないです。そして右手にはこの畳3畳の小上がりスペースですね。この下に引き出しがつくといったイメージです。このロールスクリーンを開けるとこのような感じになります。実際はね普段閉めといてもらえれば宅配便とか、そういうのが来ても隠れているというイメージですよね。そしてここがデスクスペースですね。トイレの正面にここ壁埋め込み収納を設けているので、この中にトイレットペーパー12ロール収納できますね。そして中はこんな感じ、シンプルですよね。トイレから出るとねこんな空間が広がってますね。こんな感じです。キッチンがあって、畳スペースがあって、吐き出し窓があって、玄関ドアがあってと、で上下に上がる上げ下げ窓ですね。それではシャワーブースを見てみたいと思います。ここが脱衣場ですね。脱衣場を入ってもらって、こちらシャワーブースがあるといったイメージですね。はい、至ってシンプル。そしてキッチンの周りはこのようにねぐるっと回れる動線になってますね。ここにカップボードを置くことももちろん可能です。広さはしっかりとっています。キッチンから全体を見るとこのようなイメージですね。いかがでしょうか。はい、ということで今回の間取り考察第23弾、コンパクトハウスシリーズ10坪と、至ってシンプルなんですけど建物の性能はしっかり。じゃあ価格は一体どれぐらいになるのか気になるところですよね。それはぜひ次回の動画をお楽しみにしていてください。コンパクトハウスシリーズですね、実際に建築を始めるとおそらく40日ぐらいで完成するのではないかなと思われます。これまでは千葉県内だけという形で対応させていただいてたんですけど、これからは少しだけね範囲を広げて、
弊社から1時間とか1時間半ぐらいまでは建築エリアとして行けるのではないかなと思っております。そのため県外の方でも一度ねご相談ください。概要欄にあるホームページの方からお問い合わせいただければと思います。今回ご紹介したこちらの間取り考察では、建物の内装を無垢材自然素材で仕上げています。これは弊社の注文住宅が標準仕様にしているものと同じ仕様になっています。ただこの仕様だとどうしてもコスト的に少し上がってくるので、標準仕様としてはいわゆる一般的なフローリング、そしてビニールクロス、これを標準とした価格を次回公表したいと思います。最後までねご視聴いただき誠にありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。